矢沢さん、このあたりすごいですね、森さんもね。それも一手の間違いでですね、これ本当に大きな穴が広がるっていうね、はい、ありますからね。この辺はやっぱり、今の致し方ないですね。なるほど。そしてまたこの交代も致し方ない交代もね。はい、ピッチャーが交代したというところなんですけれども、戸橋さんね、最後まで今日お伝えできるかと思いましたら、ね、やっぱり戸橋さんの解説で長いですね。私今日グラウンド行ってませんからね、はい、スタジオですから。だけどこういうふうにやっぱり球界の表にね、はい、まあ一発屋がいたんですけどね、こういう山場を作れるっていうのはやっぱりオリックスがね、はい、やっぱり攻撃力もあるし強いということじゃないですかね。今日この後どうなりますかね。いや、まあまだ同点ですからね、こう踏ん張れば分からないと思いますよ。はい、さあ西本さん、はい、現在同点なんですけれども、この後どのように予想されますか。ね、まあ、結局はね、出てくるピッチャー、これもし延長戦にでもなればね、はい、このピッチャーのキャリアとね、オリックスの居並ぶその強打者連中に圧倒されてね、なんかずるずる負けてしまうという、そういう結果になるんじゃないですかね。うん、なるほど。まあ、西武にとりましては満塁のチャンスね、秋山は三振という結果だったわけですけども、ああいうところがちょっと痛かったかもしれませんね。そうですね、あれは大きなポイントだったですね。いかがですか、今年の西武の戦いぶり、一言いただきたいんですけども。思ったほどね、秋山、清原が良くなくて、これだけの苦戦してると思うんですよね。はい、だけどもこの2人がですね、まあ、毎日得意中でもしてですね、その効果はこの人たちは出てくるんだからね、はい、だから早く石毛も一緒に、立ち直ってほしいと思いますよね。そうですね、まあ、西武さんの全ての声が願いじゃないかと思いますけれども、矢沢さん、はい、まあ、今日現在首位オリックスとの差は 9.5 ということなんですけども、これから先、まあ、今日の試合もまだ分かりませんけれども、から先のペナントレースをちょっといただきたいんですが、西武ライオンズ。西武ライオンズですか。やはり投手力はですね、これまあ、抑えいないですけどもね、まあ、先発揃ってますからね、やはり皆さんが心配するように打線だと思うんですね、はい、やっぱりこの石毛を筆頭にですね、新外人、それからやっぱりなんといっても清原、秋山ですね、この2人が、もうバンバン打たないとですね、西武の上昇はありえないですね。なるほどね。今現在で 9.5 ゲーム差。